ククラシックギターを弾く時のフォームは足台に乗せた左足を正面に向けギターのくびれ部分をももの上に置き右足は自然に開くのが基本です右手は肘をボディの一番幅があるところの上に乗せ手のひらをサウンドホールのやや右側の辺りで弦に対して垂直にし 人差し指から薬指を軽く曲げた状態でギターの1弦から3弦あたりに触れるようにします体型によってはギターの位置と右手の位置がうまく合わない場合がありますその場合は左足のももに滑り止め用の布を置きギターをやや右に置いてもよいでしょう